番組ナビゲーターの中村美香です。小学校5、6年生で英語の授業が必須化いたしました。本日ご紹介する企業はファイルナンバー59、株式会社キンダーキッズ。さて、幼保一体型のバイリンガル保育園とは。関西を中心に横浜、東京と現在14校を展開するキンダーキッズインターナショナルスクール。日本に暮らす子どもたちのためのインターナショナルスクールとして完全英語の環境で保育を行っているのだが、なぜこのような施設を作ろうと思ったのだろうか。今から約12年前になるんですけれども、当時自分の子供が2歳と1歳だったんですね。で、結婚する前から自分の子供は絶対バイリンガルに育てようっていうのを強く思っておりまして、で、いよいよ上の子が2歳になった時に、語学っていうのはきっと早くから始める方がいいんじゃないかなっていうのをボーンとなんですけれども思っておりまして、でそれからいろんな学校を見に行ったりだとか、英会話スクールに行ったりとかしたんですね。ただ私が思うようなものが本当になくて、どうしようっていろいろ悩んだんですけども、ただなんとなくこういうものを作りたいな、今のこのキンダーキッズの形なんですけれども、こういうものを作りたいなっていうものが割と具体的に出てきて、でないんだったら自分で作ろうということがきっかけでもともと始めたんですね。ですから会社を作ろうだとか、こんな仕事をしようとかっていう思いは全然なくて、私と気持ちを同じにする保護者の方がきっと何人かぐらいいるんじゃないかなっていうふうに思っていて、そういう人たちが、例えば10人だとかっていうふうにでも集まっていただいたら、一つのサークルみたいな形で始められたらいいなっていうのがもともとの、きっかけですね。2011年4月に小学校で英語が必須化するまでも、中学校、高校、さらには大学と6年間以上も英語を日本人は学んできた。世界はグローバル化。しかし、グローバル化にもかかわらず、日本人の英語力は世界の国に比べ低レベルと言われる。その理由は一体どこにあるのだろうか。やはりどうして子どもが英語は喋れないのかっていうのは、これは私は時間だと思ったんですね。時間と環境と思ったんですね。で、環境さえあればご両親が英語は喋れなくてもきっと子ども喋れるようになるだろうっていうのがあったので、とにかく保育園のように長い時間英語の環境を作ろうっていうのがあったんですね。なのでその当初からインターナショナル保育園という名前のもとにですね、まずは素人ですから、とにかくチラシを作ろうということで、パソコンでですね、チラシを作って、インターナショナル保育園東大阪にオープンとかね、当時もちろん写真も何もないわけなんですけれども、本当にシンプルなチラシを作って、それを新聞折り込みに何部か覚えてないんですけど、多分2万部ぐらいだと思うんですけれども、生徒募集のチラシを出しました。で、前の日はもうドキドキで寝られないんですよ。電話がかかってくるのかどうかということで。で、当日迎えまして、最初の電話が鳴って、電話が来た、じゃあお待ちしてます、見学いらしてくださいっていうのを切った後、あと電話が鳴り止まなかったんですね。で、もちろん電話を受けるのは私一人しかいないので、電話を切れば次から次っていうのが1ヶ月ぐらいかかったんです。で、その反応に非常に私もびっくりしちゃったんですけど、こんなに皆さん子供に英語を話せる機会を与えたいっていうのを思ってたんだなっていうのを改めてそこで実感しまして、で皆さんに説明会にお越しいただいて、たくさん本当にご予約いきなりいただいたんですけれども、必ず一人一人私は対応の方させていただいて、私たちがどういったことをしたいかっていうのを見せるものが何にもないですし、実績も何にもないので、ただ私の考えのもとにですね、ご説明を差し上げて、当時はですね、両親が英語ができないのにこういった施設に通わせて私の子供が喋れるようになるんですかっていう、そんな質問が本当にたくさんありましたよね。
で私は本当に最後の最後はもう騙されたと思って来てくださいみたいなノリでですね、当時はそんなに金額の方も高くなかったので、もし嫌だったらお母さん来月でも辞めることだって可能ですよ、月謝制だし、だから一度預けてみませんかということで、で本当にいきなり生徒がもう数十人、もう次の月になるとまた数十人という形で、まあ、定員が当初100名ぐらいだったんですけど、本当にもうその1回のチラシでその定員が全て埋まってしまうというぐらい大盛況でしたね。それに私自身がもう本当にびっくりしましたね。実際キンダーキッズインターナショナルスクールではどのようなレッスンやカリキュラムが組まれているのだろうか。通常の保育園との違いは。レッスン内容なんですけれども、毎週トピックが変わりまして、今週はシティライフというトピックなので、それにちなんでゲームやクラフトを取り入れて活動しております。で実際子どもたちがそのものが触れた方がよく分かりますので、お散歩に出て今だったらトラフィックライトとかビルディングとかアパートメントとかいうトピックになってますので、お外に行って実際それを見て学んだりっていう体感も大切に取り入れてます。でその他にはクラフトで季節の行事、もうそろそろ雨が降りますので、その雨の工作を作ったりだとか、七夕のクラフトも日本の行事ですが英語で説明しながら子どもたちと楽しく作ったりしてます。他にはクッキング、全クラスクッキングがありまして、クッキングもトピックに沿ったものや季節に沿ったもので、はい、子どもたちみんなエプロンをつけて、はい、楽しくクッキングをして食べてます。やはり当初っていうのはもちろん外国からね、いろんな本を取り寄せてやってたんですけれども、私たちは年少さんの3歳4歳で字を始めるわけなんですね。ただ外国では字を始めるのはやはり小学校からなんです。日本の昔がそうであったように、じゃあ5歳6歳の子が字を書き始めるテキストを3歳の子にさせると、もう枠がちっちゃすぎて書けないんですね。やっぱり運動能力っていうのがやっぱり6歳のお子さんと3歳のお子さんはもう全然違いますから、内容は理解できても、じゃあここに字を書いてごらんってなった時にこんなちっちゃいところには書けない。やっぱ3歳にはもう少し枠が広くないとできないだとか、いろんな問題が出てきたんですね。で例えばそのテキストの中にでも、これは外国に住んでないと理解できない内容よねと、そういったものが出てきたり、例えば宗教的要素が出てきたりだとか、地理的なことが出てきたりだとかっていうのは、これは日本人の子どもには分かりようがないですよね。ということでやっぱり使えないなっていうものがたくさん出てきて、それと外国人のように全て英語の環境に育つ子どもと、私たちのように特殊な環境をね、もうこのキンダーキッズだけで英語の環境があるお子様っていうのはやっぱり環境が全然違うので、同じようなやり方を外国人の子どもはこんな風に覚えるから、じゃあ日本人の子にもっていうとやっぱりうまくいかないっていうこともたくさんあるんですね。発音の部分であったりだとか、やっぱり舌の使い方、普段日本語をしゃべる子どもには非常に難しい使い方であったりですとか、なので、フォニックスっていうのもやはり日本人が弱い舌の使い方部分をやっぱり特化してレッスンをやらないと、後々どうしてもジャパニーズイングリッシュの訛りが出ちゃったりですとか、そういったことも気にしながら、じゃあフォニックスっていうのも私たちのやり方で教えようということで、日本人の子どもに合ったフォニックスの教授法っていうのを編み出したりですとか、そんなことをやってました。いろいろあるんですけどね、当時日本の英会話教室でいうとアルファベットを習うときに ABCDEFG みたいな形で、ね、大文字から入るんですけれども、英語はどんなに簡単な、ね、絵本であっても絶対小文字使いますよね。大文字だけで書いてるものっていうのはやっぱりないんですよね。なので私たちはあえて小文字から教えたりですとか、小文字が認識できない限りはいくら簡単な絵本でもやっぱり読めないんですね、大文字だけでは。
で形もやはり小文字の方が子どもにとっては非常に認識が難しい、 A と B、 B と D 反対向いてるだけとか、そういうのは子どもにはものすごく認識が難しいんですね。なのであえて1歳の時から小文字っていうのをあえていろんなところで普通に使っていく。で小文字が一通り終わってから大文字をしても、大文字は割と認識しやすい文字なんですね。でさっと覚えれたりとか、まあ、そういったことなんかもオリジナルで変えていったりとか、まあ、現場の先生なんかの、ね、意見をどんどん吸い上げてカリキュラム作る人間が、まあ、いろんな、ね、試行錯誤をしながら、まあ、今のテキストですとかが出来上がったっていうことですね。すべて英語で保育を行うキンダーキッズインターナショナルスクール、そこに通う子どもたち、その保護者たちはどのような意識を持っている人たちが多いのか、そしてネイティブな外国人講師もいる英語環境で保育を行うことにより子どもたちの成長や変化とは。まあ、お子さんは、まあ、どこのお子さんも変わらないと思うんですけれども、まあ、ご両親の、そうですね、お考えといたしましては、やっぱりこれからの時代英語は絶対に必要だと。で、なんとなく皆さんも分かってるんですよね。週に1回の英会話教室では喋れるようにはならないっていうぐらいは皆さんやっぱり分かってて、じゃあでもこれからの時代自分たちの子ども英語を喋れないと本当に大変なことになっちゃうってやっぱり考えてらっしゃる方も非常に多くて、じゃあそういったお子様どういったところに生かすかっていうと、インターナショナルスクール、外国人のお子さんがたくさんいらっしゃるインターナショナルスクールっていう手はあったと思うんですけど、やはり日本人の方がインターナショナルスクール、本当に外国人市場のためのインターナショナルスクールに行くっていうのは非常にやっぱり勇気のいることだったと思うんですね。じゃあインターナショナルスクールに行けば日本語がどうなるのか、日本人としてのアイデンティティはっていうことを考えたときに、やっぱりその日本の教育を放棄してインターナショナルスクールに、ね、小学校中学校やってしまうっていうのはやっぱり皆さんできなかったと思うんですね。ということで私どもの その保育っていうのが、まあ日本の心と英語の力っていうのを私たち掲げてるんですけれども、日本人としての気持ち、それからアイデンティティ、それからわびさびだとか、やっぱり日本人独特の素晴らしい美しい日本人の姿っていうのがあると思うので、そういったこともちゃんと経験しながら、なおかつグローバルな社会に出た時に負けない英語力っていうのをつけさそうっていうのが私たちの大きな目標なので、そういったところを理解して、日本の日本語も大事だし、日本の気持ちも大事、生活も大事で、なおかつ英語の力っていう、そのあたりのところを非常に共感していただいて、お子様を預けていただける方が、はい、一番多いですね。子どもが生まれた時に、どういう教育をさせたらいいかっていうのを主人といろいろ相談してまして、でやはりその小さいうちからたくさんいろんな体験をさせたいなっていう、それはもう軸として考えていこうっていうふうになったんですね。でその中でやっぱり小さい頃から英語に触れさせたいっていうのがありまして、いろいろ探してたんですけども、たまたまこの横浜の方にキンダキッズさんが開校されるっていうことで、ちょっと興味を持って話を聞きに来たら、その全くのインターナショナルスクールというわけではなくって、その日本人の考え方、日本人の心で、でも英語で教育をするっていう点にすごく惹かれて、そのインターナショナルスクールに入ると日本人ではなくなるっていうような概念を覆したところにすごくやっぱり惹かれて、で入園を決めました。まず日本語と英語を境目なく話せるっていうところが、その何事にもこう抵抗なく取り組めるっていう一つの力になってるのかなというふうには思ってます。あとこちらのキンダーキッズさんでは、少人数でやっていて、いろいろその発表する機会であったり、
その工作をやったり、いろんな形でその表現する体験をさせてもらえるので、そういった意味では自分 の, この自己表現がやっぱりすごく上手な子だなというふうに思いますね。一番やはりメンタルの面が、割と生まれて3ヶ月ぐらいの時から人見知りで、もう自分母親しか受け付けないぐらいにすごく泣いていたのが、割とこうオープンになって、こう前へ、今でも若干他のお子さんに比べたら人見知りなところありますけれども、割と前へ行けるようになりましたね。メンタルの面ではすごい成長だと思いますし、他のところにも少し通わせるっていうか行かせたことがあるんですけれども、なぜかキンダーだけは泣かずに行ってくれたので、本人に多分すごく合うんだと思います。あと私自身もキンダーキッズが好きなので、多分親子ともに好き、多分環境が非常に合うんだと思います。なのでメンタルな面ではそういう面ですごく成長して、いい部分か悪い部分か分かりませんけれども、いろんな部分を引き出してもらっていると思います。で、英語は、やはりまだ日本語もままならない頃から通わせていただいているので、もう本当に英語で入ってきている部分とかも結構あって、家にいるとこれはジャパニーズでなんて言うのって言ったりですとか、言葉の合間合間にヘルプしてとか、そういう若干まだ日本語もたどたどしい、英語もたどたどしい、それがミックスしてっていう状態で、多分とても自然な状態で彼女の中に英語が入っていってるのかな。だからこれからがとっても楽しみです。このように保育風景を覗いてみると、子どもたちの生き生きした姿がうかがえる。オリジナルの教材、オリジナルカリキュラムによる英語での保育、そして英語の歌やダンスなどから無理なく自然に子どもたちは英語で会話をしたり、英語で歌を歌っている。親が英語を話せなくても環境によって子どもが英語を話せるようになる。まさにそれが中山社長の言う環境の大切さなのであろう。これからの社会では英語くらい話せなくては日本でも困ってしまう時代。このような時代背景、そして近年の過熱する英語教育も加わり、このキンダーキッズでは入園希望者が年々増加傾向にあるという。おかげさまで本当に開校当初、本当に1年目からたくさんの方にご支援いただいて、いつも新しい学校を作ると本当にすぐ満員になるっていう状況ではあったんですね。でそれを本当に12年間、今まで本当にそういう状況だったんですけれども、今年で言いますとかつてないキャンセル待ち率ですね。はい、かなり12年前と比べて、きっと12年前っていうと、あるやっぱり特殊っていうか、やっぱり教育意識の高い一部の方がお越しいただいてたんじゃないかなと思うんですけれども、その当時、英語なんて喋れなくてもいいわって思ってた層なんかも、やっぱりいやいや、これからの時代やっぱり英語は必要だということで、この日本の社会自体が非常に変わってきたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。ですからこちら横浜港でもそうですし、小さな、1歳4ヶ月からお預かりしてるんですけれども、半年前、ひどい学校だと1年前からもうキャンセル待ちで、それが一クラス12名の募集につき、キャンセル待ちが30名とか、大阪校とかですと、もうそういう状況ですね。はい、おかげさまで。英語の世界へ自然と入り込み、英語に触れ、英語に親しみ、英語で遊ぶ。語感をフルに使い、美しい発音を聞きながら正しい発話を学ぶ。そのような環境を揃えたキンダーキッズ。今後、
さらにこのようなスクールへの期待や興味がヒートアップするであろうと考えられる。そこで次にどのような展開を考えているのだろうか。まずはこれからですね、この関東の方にスクールを増やしたいなと思ってるんですね。で、非常に大げさなことなんですけれども、本当に私は今日本の国の日本人の、まあ、私も含めてなんですけれども、こんなに先進国で皆さん本当に高学歴にもかかわらず、やはり英語のレベルっていうのが、まあ、世界では下から数える方が早いっていうぐらいランクがやっぱりトイックの点数であったにしても低いっていうのが非常にやっぱり残念に思うんですね。で、優秀な人たちっていうのがたくさんいるのに、じゃあどうして日本人は英語ができないかっていうと、これはもう単純に環境がなかったからだと思うんですね。私たちの小さな頃でも、今もあんまり変わらないと思うんですけど、普段生活をしていて英語がそんなに頻繁に必要になることっていうのはやっぱり未だにないと思うんですね。なのでこの環境で私たちの子供が育つと、私たちと変わらない、結局大人になって、まあ、読んだり書いたりはある程度は学校の、ね、授業でできるんだけど、やはり喋れないと、これ喋れないってことなんですよ、できないっていうことになっちゃうんですよね。なので語学っていうのは少なからずやっぱり小さな頃から取り組むっていうのは非常に有利だと思ってます。なので私たちのようなこういったキンダーキッズを率先した子どもたち、本当に日本でこういう環境にない子どもたちでも、キンダーキッズに毎日通うことによって、英語の環境、外国人と触れる機会、外国の文化に触れる機会っていうのを提供できると思うんですね。で、そういった子どもたちが増えることによって、少なからず日本の人たちの英語力っていうのはこの子たちが引っ張っていってくれるんじゃないかなと思うんですね。で、みんながみんなこういったキンダーキッズに通われなくても、もしキンダーキッズを卒園した子どもたちが普通の日本の小学校に行きますよね。その時にクラスの中に例えば昔クラスに帰国子女の子どもたちが一人いたりなんかしたんですけど、やっぱりすごい外国から帰ってきて、うわ英語喋るのってすごく興味があったんですね。で、そういう子がたくさん増えると、今まで英語を勉強してない子も、あ英語を勉強したいなだとか、 あんな風に英語喋れたらいいなとか、少なからず影響も与えていくと思うんですね。で、そんな形で小さな頃からなんとなくなんだけれども英語に触れる機会っていうのが増えていけば、日本人の英語っていうのは私たちの時代よりももっともっと上がってくるんじゃないかなっていうのを私は本当に期待してるんですね。なのでやはりこの関東でまだまだたくさんの子どもたちがいるので、まあ、私と思いを同じにする保護者の方がいらしたら、ぜひ私たちのこのキンダーキッズをですね、家の近所にね作らせていただいて、私たちに預けていただきたいなっていうふうに思ってます。